トライロインザスカイ高円寺トランポリン店主トラです。三重インザスカイでございます。トライロインザスカイは自営業トラと会社員三重インザスカイの40代2人が近況とかくだらない話、真面目な話、時には相談に乗ったり、トランポリンに集うゲストを呼んだりして、あーだこーだ話す自然体無法地帯ポッドキャスト番組です。エピソード46になりました。46。早速なんですけど、本日お便りから紹介させてください。やっとお便りが溜まったんですね。本当ありがとうございます。もう超嬉しい、空の会ネームデンハーグのカズさん、50代の方です。ありがとうございます。ありがとうございます。トラさん、メインダスカイさん、こんにちは。はじめまして。オランダのデンハーグという町からお二人の配信を毎回楽しく聞いております、カズと申します。どうぞよろしく。海外から嬉しい。ついに G Up To You でトライロインザスカイさんを初めて聞きまして、それ以来のファンです。ゲスト会や一人会も好きですが、お二人の息の合った掛け声が聞ける二人会が特に好きです。総再生回数が1万回を突破したとのこと、おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。8ヶ月で1万を超えるというのは早いのではないでしょうか。素晴らしいと思います。嬉しい。16パーソナリティ診断、私もやってみました。これあれですね、エピソード42のウリ会ですね。そうですね、ウリの回でやった回ですね。そうですね、私もやってみました。カズさんもやってくれました。結果はなんと、ミエさんと同じ ENTJ の T 指揮官でした。同じ方同士だと仲良くなれるのでしょうか。この診断結果のページの最後に同じ方の有名人がリストアップされているのですが、プラダを着た悪魔のメリル・ストリープが演じたミランダも私と同じ方と知って嬉しく思いました。ははは。確かにすごいな、ミランダっぽいな、ミエさん。いや自分でもいい。来年は久しぶりに日本に行きたいと思っています。東京に行ったらトランポリンさんに遊びに行きたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。ミエさんとぜひ指揮官対決をしたいと思います。嘘です。楽しく一緒に飲みたいです。それでは少し早いですが、どうぞ良いお年をお迎えください。一言、お会いできる日を楽しみにしています。ありがとうございます。ありがとうございます。なんとデンハーグからお便りがいただきました。16パーソナリティ診断、ちょっと調べたんですよ。指揮官同士は仲良くなれるかは確信に迫ってしまうのですね、はい、怖くて調べられなかったよ、うん、相性は良いです。おお、同じタイプ同士ですから、物事の捉え方や態度は非常に似ていて、心理的な壁はほとんどありません。ほう、何をするにせよ互いの言動がよく理解できるため、居心地がよく素直に肯定し合う関係が自然と構築されますですって。やだ、じゃあ指揮官対決しましょう。そうですね。嘘です。本当です。嘘です。嘘です。ぜひ来年東京にね、来たらトランポリンに来てほしいし、近所のミエさんを呼び出しますので。いやもう本当全然関係ないですけど、うん、さっきちょっとカモメ食堂やってたので見てきましたけど。カモメ見てたんだ。はい、ちょっと圧縮版があったんで、はい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 、でからのこれなんで、ちょっといいかもしれない。どういう意味？ちょっと海外の情報とかも知れるかなと。あ、そうか、カモメ食堂ってそんな話だっけ。とね、フィンランド。あ、そうだ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 、はい、もう全然忘れてた、僕好きな映画なのに。そう、 G Up To You でね、やっぱね、新規のリスナーさんが増えたみたいで、本当にね、嬉しいですよ。いやもうファンって書いてくれるのがもう本当に嬉しい。ありがとうございます。そしてね、2人会が特に好きって言っていただいて、このエピソード46の前の2人会ってエピソード40なんですよ。だいぶゲスト会が続いてて、 だ、ね、だからまあ2人会の最初にこのお便り読みたいなと思っていて、ほうほうほう、はい、ね、お待たせしまして、なんかアンケートでさ、ほら2人会が一番好きっていう結果になったじゃない、うん、でその直後からうちらゲスト会しかやってないの。なんか変反骨精神みたいになっちゃって。そんなことはないんだけど、ないんだけど、たまたまいろいろスケジュールが被ったのと、まあ、やっぱゲストを呼ぶのもね、僕らが一番楽しんでるので。そうそう、はい、で久々に2人会なのでこの回に読ませていただきました。デンハーグのカズさん、今後ともぜひ聞いていただきたいし、お会いできる日を楽しみにしてます。はい、よろしくお願いします。トライロー忍者スカイ。この配信が12月20日なので、まあ、はい、クリスマス間近ということで、たまにはクリスマス話でもしましょうか。たまにはしたことないです。
まだ1週目だからトラスカ。そう、でもあんまり季節柄の話しないじゃない。お便り来てやっと言うみたいな。なんかクリスマスっぽいことってやる？僕だってほらお店やってるからさ。あ、しかもお店やっててね、いろんな飲み屋さんってクリスマスパーティーとかやるじゃない、うん、うちもうやんないもん最近。だ今年もクリスマスイブがオープンマイクって言って、あの音楽やってる人が来てくれて一杯飲んだら一曲歌っていいよみたいなのはやるけど、それでなんかクリスマスソングとか歌う人いるけど、まあそれも別にクリスマス感もないでしょきっと。そうね。あ、だから前回のゲストのディタスターマインが12月16日にクリスマスライブをやってくれたから、まあ今年はそれが一応トランポリンの中ではクリスマスっぽいことじゃないかな。花がある人だから。そうクリスマスにうってつけ。僕らに花がないって言ってるわけじゃないよ。いや、ないでしょう。ない。あ、みえさんはあるね。うん、僕もないよ。いや、あるある、きっと。あの売れ残り のケーキのとかなんかシュークリームとかをちょっと食べたり。あ、甘いもん食べないんだ俺。そう、なんで嘘ついたの。いや、嘘じゃないけど、まあ たまにたま寂しくなったら。あ、そうね、そうね。売れ残りを僕だと思って食べた。切ない。いや、でもやめてよ、惣菜コーナーの半額のシール私じゃんって言って泣くような人になんないで。うん、大丈夫、うん、危機として買ってる。やったーって言って買ってる。あ、そっか、大丈夫です、はい。なんかね、いや、プライベートで言うと、まあ、もうお店始める前ね、30より20代の頃だと、まあ、今のパートナーとは何回かクリスマス迎えてるけど、それまで僕もう付き合う期間がすごい短かったから、クリスマスを一緒に過ごしたのって多分最初付き合った彼氏だけなのね、うん、で、なんかクリスマスの直前に、もうそれも20年くらい前で、クリスマス直前に連絡がつかなくなっちゃって、で、なんか、で、なんか共通の友達に聞いてもよくわかんないって言って、何、行方不明ってなって、そう、そしたらクリスマス日家に帰ったら、家にその当時の彼氏がいて、なんかメリークリスマスって言ってサプライズでポトフを作ってくれてたの。でも僕そのサプライズより心配の方が勝っちゃって、いや心配するじゃんって言って、ちょっと押し問答したっていう思い出くらいしか、色恋のクリスマスの思い出はなくて。なかなかお互いに若いよね。ね。え、みえさんはあります？全然ない。あ、全然ないけど、冬っていうことで言えば、うん、ほぼないね。本当にないよね。本当にない。たまに冬一緒に過ごしそうな人がいれば、うん、あの新宿時代で、うんうんうん、うちで二人で寝てて、でその時あのバイトしてたゲイバーのママが熱があるから、うん、熱冷ましちょうだいって言って部屋まで来たけど、部屋のちょっと先でお、あの薬あげて追い返すという。そーっと起きてそそくさと、じゃあ風邪薬入って言って、あ、そっと閉めて、ちょっとした修羅場。修羅場じゃないけど後で話題になった。ああ、そうね、まあ別にあれはみたいな。でもさすがに人泊まりに来てる時によく入れたね。うん、あんま入れたくなかった。そうだね、あの推しに負けた。さすがにさ、出ないわけにはちょっといかないかなと思って。当時お世話になったママさん。そうです。そういうこともありました。そう、ある意味時代を感じるね。そう、時代を感じる。みえさんが新宿二丁目に抱かれてた時代ね。そう、大いに抱かれて、抱かれてた時代。もうさ、このさ、僕らのこと知ってる人はなんとなくわかるけど、もう僕らのさ過去の話でもみんなピンとこないんだろうね。ピンとくる人多分1割ぐらいじゃない。うん、まあでもそうね、昔を知ってる人がねたまに聞いてくれたりしてる可能性もあるからね。かなりあるよ。あるよね。あるある。だってうちサイレントリスナーめっちゃ多いから、そのサイレントさんをいかにこう芽吹いていただいて、そうです、ね、発芽していただくかっていうことが大事なのよ。確かに。いやもうでも十分です。もうありがとう、今回もねお便りいっぱい来たし嬉しい。もう本当、ね、嬉しい。はい。あ、どっちかというと僕はトランポリンというお店をやっていて、クリスマスはお店にいるという側だから、なんか迎え入れてなんかクリスマス直前くらいになんか誰か誘おうかなみたいな相談というかぼやきを聞いたりしてて、2丁目の前やってたエバーグリーンっていう店は特になんか今異中な人がいてクリスマス誘おうか迷ってて、でもなんかクリスマス2丁目で飲み歩こうか
ていう話をしてるっていう時に、もうそれはね結構お客さんも僕もね団結して、とりあえずクリスマスは2丁目には来るなと、二人きりになりなさいって、まあ紀伊国屋のね南岸のイルミネーションとか見て、なんかちょっとそういう後にじゃあ家でご飯作るから二人でご飯しようっていう流れにしないよみたいなのを言ったけど、まあクリスマスイブにその二人がお店に現れて、もうみんななんか、いやなんで来てんのみたいな、で後日説教して、いやなんかもう向こうがなんか2丁目に行きたい店があるからってなってみたいな、なってああそういうとこだな、育児がねえなみたいなのをやったなっていうのを今思い出しました、唐突に。多分年齢のあれもあると思うよ、うん、彼はね20代でしたね。ですよね、はい。まあでも2丁目に行ったらさ、ほらとりあえず孤独は紛れるじゃない、うん、きっとクリパとかをいろんな店がやっていて、まあね、紛れるけど帰りに寂しくなる人もきっといるんだろうけどね。2人の思い出は残らないよ。そうなんだよね。だから一応な人がいる時には難しいですね。僕はだいたい家でポトフを作ってます。ああまさにポトフ。さっきのと別かけるわけじゃないけど、ポトフとかなんか煮物を作ってます。煮物作るんだ。煮物、へえ、まあ、ちょっとまあ持つような、何回か食べられるような。とあと、もうなんかもう新年が近いんで、クリスマスを意識するというよりは掃除してねえなと言ってちょっと掃除するとかの方が多いから、クリスマスあんまり意識したことがそんなにない。ああ本当あれだね、行事ごと何も。だから今年はってこともなくね、普通に色めき立つこともなく、もう穏やかに言っちゃいますけど、今年あの12月の24日私たちこのトラスカの収録です。愛だよ、それこそ愛だよ。あの予定ではね、いやだからミニさん本当に予定が入ったらいいからね、全然あの1週くらい空けるよ。そんな直前でなんかなったってな、変な虫だよ。虫、あ、僕はね、僕が虫。思い出した今ので、僕そうもう一人いたの、クリスマス12月の頭に付き合いだして、で12月24日がもう僕ももともと友達とクリパーをする予定が入ってて、だからその付き合いたての彼氏をそこに連れて行こうかって話をしてたら、その彼氏側がいやいいです、そんな別にあなたとは付き合ってるけど僕はあなたの友達と付き合ってるわけじゃないですみたいなタイプの人で、で結局だから付き合いたてだけどクリスマス別に過ごし、で年越しも僕その年ね、その年結構なんか他人活動してたの、うん、多幸してたんだけど、うん、年越しもなんかね茨城で初詣見る、初日の出を見る、うん、ってなって、それもだから結局なんか一緒に過ごさず、しかも僕はー年越しの時にその屋台とか出てるじゃない、神社で、うんうんうん、あの屋台の神社の脇にあるなんかバーナー、うん、バーナーの火が僕服に引火して、結構やけどを負ってたの。なんか火が出てるとこになんか気づかずに、ダズボンがもう周りから燃えてるよって言われて、あ、麺じゃないと火が上がってくるから、しかもブワーって、あ、そうそう、でまあでもとりあえず消えたんだけど、うん、まあやっぱ、まあ、やけどするよね。やけどして正月の0時半とかに病院行って、でその当時の一応彼氏に今なんかやけどしてって報告したら、そうなんだって言われて、え、そうなんだって終わりで、であのその1ヶ月後くらいに振られました。1ヶ月後ぐらいに別れたでしょって今言おうと思ったらやっぱりっていうのを今本当に久々に思い出した、そのエピソード。お互いがお互いに呪いだったんじゃない、なんかね呪縛みたいな。あ、だからあれほら昔トラスカでも言ったけど、なんか結局別れる時になんか結局好きじゃなかったって言われて振られた話を、この人すっごい、そのフレーズあなたのね、私は一生忘れないトラマワード好きよそういうの。まあまあまあ、で別れてからもね、別れてからの方がなんかいろいろ話せるようになったから、まあ、あ、いいんですけど、ね、まあ、それはいいね、はい、っていう何にも明るいエピソードがないですね。それこそさ、ほらあれよ、竹内まりやのクリスマスがもうすぐやってくるって歌が、あの呪いに感じる人とワクワクに感じる人、もう自分の受け止め方であの歌の感情って違うじゃない。ちょっと今年はカンのクリスマスソングはいろんな意味で染みてしまうな。あ、そうだね、でも聞くと思います、うん、今年もクリスマスソングって意外とね失恋の歌が多いからね。そうそうそう、ビーズのいつかのメリークリスマスもそう大失恋ソングだからね。
じゃあ、今年もいいクリスマスを迎えてください皆様。私もあなた、あ、よかったです。私もそうだよ。よかったよかった。今完全に自分はいいけどみたいになってもんで。自分いいけどなんて思ってないよ。通常運転だ。はいはいはい、通常運転です。通常運転です。はい、はい、では皆さん素敵なクリスマスをお過ごしください。トラエロインザスカイ。それでは本日はお便りは3ついただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。ではみえさん1つ目お願いします。はい、空の会ネーム出席番号41番、渋山ブニコさんという、もう本当に特徴的な名前の、はい、早速内容をご紹介いたします。ね、年齢いってください。40代前半の方。はい、トラさん、ミエさん、ゲストさん、こんにちは。ゲストいない今日。たまたま。ごめんなさい。大丈夫です。いつも楽しく拝聴しております。私は仕事などで集中してる時に、ふと昔の恥ずかしい出来事を思い出して、急にギエーと叫びたくなります。トラさんとミエさんの恥ずかしい思い出はありますか？もちろん話せる範囲で大丈夫です。うなぎ会で。はい、うなぎは話しません。もう終わりました。続き、ちなみに私は中学生の時、授業中に山崎まさよしにファンレターを書いていたら先生に見つかったことと、技術系の仕事の時に若造で全体のことが分かってないくせに細かいことばっかり気にして先輩にイライラしてしまっていたことを思い出してギエーとなります。そうそうがつく一言、お二人のファンです。ありがとうございます。ありがとうございます。これ僕今あのうなぎ以外でって気づいた。最初気づいてなくてそうだったの。そう、途中でだからあのエピソード41の泥酔会を皆さん聞いてください。これはあのちょっと過激会なので、あの過激な表現が入っていますので、はい、いいんですね。鈴山文子さん、ここ省いてもよかったんだけど、ここ省くと、そうですね、この文章のいいところが減ってしまうので読みました。渋山ちゃんのね。渋山ちゃんやってくれんじゃん。これはね、出席番号は私立恵比寿中学が好きな渋にいるリングネーム渋山プニコリングネームちょっとごめん、ちょっと今酢豚にハマっちゃった。じゃあ酢豚にしよう。次から酢豚にしよう。しないです。あ、しないです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。もうこんな面白い投稿、いや面白いな。そう、ゲストねいない回に読んじゃったけど、まあ許してねちょっと待って、ね、ふと昔の恥ずかしい出来事を思い出してギエーと叫びたくなったりするかですか。はい、じゃあ僕行きましょうか。はい、もう結構最近なんですけど、おうほうほう、トランポリンライブがありましてですね。はい、その時トランポリンライブ、はい、ライブの時、うんうん、あのしぎちゃんとみかちゃんの、はい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 、日ですよ。はい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 、あの藤井あまねバースデーライブ、はい、あまねバースデーライブでゲストでお二人が出てまして、うん、どうやらしぎちゃんがミエインザスカイに会いたいと、トラちゃんにカウンター越しに言っているのを僕至近距離50センチぐらいで聞いてて、あ、そうだ、はいはいはい、これ絶対ここで何も言わないとはないだろうなと思って、うん、あ、本人ですって言った時の僕の心境は、うん、ギエーですねギエーとあーっていう、あったね、あのね、あの仲良くしてるシギというシンガーソングライター、シギもね、あのポッドキャストやってて、気を確かにっていう、うん、結構真面目なポッドキャストやってて、そしたらなんか結構可愛い喋り方なんだよね、シギね。トラさん、私、そう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 、ミエンザスカイさんに会ってみたいって、僕に言った真後ろにミエさんがいて、っつったら、あの、なんて言ったんだっけ。本人です。本人です。僕がこうして本人ですって言ったーって、あの時はでも主義がギエーってなってたけどね。あ、そうだね、向こうかこれ振りじゃないよなって、天然だよなと思って一応頭の中整理して本人です。なるほどねっていうのが、はい、キンキンの恥ずかしい思い出でした。はい、いや僕は恥ずかしいか、恥ずかしい人生だからなそこで言い切って終わってしまうとなかなか、いや、なんか仕事の失敗とかを未だに思い出したりはするかな、うんうん、そう、テレビ関係の仕事の時になんか結構なんか僕のヘマで人を怒らしたこととか、うん、
あと料理の撮影をしてた時代があって、その時も、うん、その時はね、なんかどっちかというとなんか上司にすごいなんか嫌われてて、僕がそう嫌われてて、なんか当たりがついた、なんか男の年下の上司で僕より、うん、で多分気を張ってるのも分かるんだけど、なんか当たりが明らかに強くて、でなんか他の女のバイトの子には優しいみたいな、もう典型的なタイプね。でなんかそれでなんかもっとこうしてもっとこうしてっていうのは、いまだにいやもうギエーってか うざーってなる時がいまだにある。ああ共感してくれる人が多そうだね、これはね。まあだから私はね、自営業が楽しくて仕方ないので。いいと思います、はい、あでもね、もう恋愛でいろいろやらかしたことはねあるのでね、そういうのをなんか自分が惚れて突っ走った時とかのことを思い出したらギエーってなるけど、結構蓋はしてる。スブヤマブニースブヤスブスブスブニーコね、スブニーコはもうスブニーコになっちゃった。スブニーコは山崎まさよし、山崎まさよし好きなんだ僕ね、本当に同世代なんで、うん、ね、最近問題があった山崎まさよしさんね、でもその後問題なくね、そうそうそうね、よかった。スブニーコは技術系の仕事してた時に自分が若造で分かってないくせに細かいことばっかり気にして先輩にイライラしたってことね。はいはいはい、手回りがちです。はい、僕今完全に思い出したんですけど、はいはい、テレビの仕事の時に、はい、年上の後輩が入ってきたんですよ、うんうん、僕は専門学校卒業で、その後輩の年上の方が、まあ、大卒だったんですけど、まあ、僕がなんかいろいろ教えたりもするような感じになった時に、もうあのビッキンビキン話よこれ。はい、どうぞ。はい、なんか僕は勝手に大学卒業の人にを意識しちゃってた結果、あの大卒のくせにそんなことできないんですねって言ったのを今思い出しました。ギエーこれギエーですね。はい、今すごい今ギエーってなった本当に。あーいいね。いやーコンプレックスだったんだろうな当時。爽やかなグリーンの香りがしますね。なんかね、経営業界入った時も、まあ、僕仲良くなった、まあ、いいとこの大学での年下の子と仲良くなった時に、うん、なんかトラさん専門卒で僕大卒だから、死んだ時保険がいっぱい入るのは僕の方ですからねみたいなことを言われたのもあった。これも今思い出した。 それはそれで彼がビキンビキンだったんでしょきっと、うん、その言い方は結構もともとそういう、うん、なんか気持ちがないと言えないから相当上から言う人だろうね。だと思う。なんかね、でも嫉妬されてた感もある、自分に対して。この適当に生きている人間がこういろんなことをいろんなことやってるわけじゃないけど、なんかひょうひょうできてるように見えたんじゃないの、きっと。特に若い時はさ、うん、見えてる部分が少ないからさ、そこでお互いビキンビキンを発動しちゃうわけよ、はい、怖いね。だからぶつかるよね。もうよかった、おじさんになって。そうだよ、おじさんになることはいいことだよ、うん、スーブニコはね、スーブニコはナンバー41だから。そうですね何がって言わない、素敵なお姉さんになられてね。そうそうそう、そういうことです。はい、いつもね、会いに行ける場所にいるので僕が最近のトラスカどうですか、もうすごい聞いてくれてるので、なんだったらお便り最近来ないからお便り送ってくださいよって僕が言って送ってくれて、スーブニコさんいいよね、ブニコありがとう。ありがとうございます、本当に。今後とも今後とも来年もよろしくお願いします。お願いします。はい、いっぱい宣伝します。この間ノートでも宣伝しましたはい、それでは、スーブニールカフェの店長、出席番号41番スブヤマブニコさん、ありがとうございました。次のお便りです。空の会ネームこうちゃん30代の方、はい、いつも本当にありがとう。ありがとう。こうちゃんもちなみに、エピソード41の泥酔うなぎ会の感想を送ってくれまして、過激会はお願いだから15歳はなるべく聞かないでねラジオ聞いたよ、触れないでおきます。あとヨッシーさん、キューティーパイすぎるってきた。ちゃんとでも別枠で来るのがやっぱりインスタでね、ちゃんと、うん、いやありがとうございます。はい、本題です。お便り、
お二人のギリ言えないレベルの黒歴史が聞きたいです。カッコできれば。俺さっき結構言っちゃったね、黒歴史。そう、結構ネタを出しちゃったから、ね、そうだね、はい。例えば小学生の時さまざまなおしっこを楽しんでいて、ある日2階の窓からおしっこをしていたら、裏の家の地主の家の屋根に当たって音が鳴って、その音で水やりをしていた地主の家の老婆に気づかれて驚きました、とか、こういう話です。かっこ言いやすいように身を削りました、かっこ熱。あと急にぶっ込みますが、高校はやめて公認から大学の道を選ぶことにしました。かっこもちろんちゃんと話し合った末の結論。トラさん、ミエさん、レイナさん、相談に乗ってくれてありがとうございます。後押しになりました。一言、はい、トラスカヘビーユーザーです。最近投稿頻度上がってて嬉しいです。いつか一緒にお酒飲めるのを楽しみにしてます。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、エピソード35で、まあ、高校1年生だったんだけど、高校がちょっとしんどいですって話をして、そう、ね、進路相談の、ね、そう会がありました、ね、はい、で、まあね、無理に行かなくてもいいんじゃないって言ったら高校を辞めたそうですね。私たちが後押ししちゃったね、背中を押しちゃったかもしれない。でもね、公認ってあれでしょ、高校認定、高卒認定試験。あ、そうだそうだ、うん、そう、それを取ったら、まあ、大学、まあ別に全然それでもいいし、うんうん、勉強が別に嫌いなわけじゃないと思うんで、うんうん、はい、やりたい時に、うん、おっちゃんになってからは大変辛いと思うので、うんうん、まあ、今やりたいことをやるのは正解かなと思います、ね、そうだよね、はい、まあ、まあ自分で決めたからね、うん、また相談乗りますよ、はい、全然本当に、ね、まあ、こうちゃんのこの先は応援しているので、そう、僕はこうちゃんの20代も応援するよ、うん、お酒が飲める日を、ね、そういうことです。その頃もうみえさん50代でしょ。そう、みえちゃん50代僕は40半ばぐらいじゃない6かな、うん、はい、ではギリ言えないレベルの黒歴史いや僕さっきね結構これ言っちゃったな、黒歴史というか、うん、やっちゃったなっていうのは1個あって、うん、昔仲良くしてた子がいて、うん、一緒に旅行に行った後時間が経ってから、うん、やっぱり付き合ってないってことになって、うん、じゃあ金返せっていうことで金を回収しちゃったことがあった。うわ、え、怖い話。超黒歴史でしょ。え、なんで急にそんなトーンで言うんだ、そんな怖い。言う、え、それいくつのこと。秘密です。ここからぼかしといた方がいいよね。え、2年前とかの話したこと。違います。え、そ、え、なんか、え、え、イエーイ。え、やばい人じゃん。やばい人じゃん。よく X とかで見る人じゃん。別れたら付き合ってる時の費用を返せっていうやつでしょ。旅行の費用だけ回収しちゃった。だ、結局付き合ってないってことになったの。ああ、まあ、でもいやすごいね、まあ、それもビキンビキンなんだよ結局。あ、そう、あ、超ビキンビキンの時です。そうですか。黒歴史でアウトって言ったらこれかなと思って、うん、お焚き上げです。年末なんで。あ、なんか身を削っていただいて僕もちょっと削りました。ありがとうございます。そうだな、おしっこ、さまざまなおしっこを楽しんでいてというこの文章が僕のエピソードより怖い気がするんだけど。そう、ね、大丈夫ですね。そうだ、警察沙汰にはなってないので。なってない、まあそういうことね。おしっこだけならね、うん、おしっこだけならカジュアルって言うしね。あ、じゃあ、あともう一個、おしっこ、はい、飲んだかけた、かけた。あ、で、昔働いてたゲーバーのトイレで…以上です。こうちゃん頑張ってね。そうだよ、はい、応援してます。応援してます。いつもありがとうございます。では本日最後のお便りです。はい、空の会ネームキャタピラ渚さんです。有名リスナーさんですよ。いろんなポッドキャストで名前聞く。ありがとうございます。初めてのお便り。年齢は29歳。いや、違います、60歳以上、60代の方です。何のボケだったの今。60代の方初めてじゃない。多分初だと思う、ね、トラさん、ミエさん、初めまして、はい、デパートの化粧品売り場で美容部員のお姉さんに捕まり、この時期一番乾燥するところはどこですか、と聞かれたので、祈祷です、と答えたキャタピラ渚と申します。本当だったら最低だね。挨拶文がもう秀逸すぎて、もうこの後読まなくてよくない。続けましょう。僕自身、体力&性欲の衰え、
頻尿や残尿感、取れない疲労感などをいなしてきた還暦ジジイです。永遠にスケベ心を忘れないよう日々老化と戦ってます。皆さんいずれは迎えるであろう磯路、還暦に対して不安とかありますか？ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、ついに来ました、キャタピラ渚さんから。もういろいろ聞きますよ、カポブラやらなんやらで。なんかなんだろう、お便りで普段あんまり圧を感じないけど、これはすごい圧が来る。あのいい意味で光り輝いている。そうですね、やっぱさすがのいろんなとこに読まれてるだけある文章力のお便りで。この人本当に祈祷ですって言ってる可能性がありそうだな。そうですね、うん、いいなぁ。よくないのかな。良いかどうか分かんないけど、まあこの方らしい、渚さんらしい、うんうん、ということですね。あ、でもこれは逆にもう人生の先輩のキャタピラさんにね、うん、あの磯路還暦、磯路って読むよね、磯路還暦の不安を聞いてもらいましょうか。うん、そうね、はい。で、僕は41歳、僕トラが41歳で、みえさんが47。それこそほらこの間金沢に行ってきて、うん、エピソード44で泥酔会を取った金沢で結構歩いたじゃない、うん、一緒に行ったあの中さん、うん、中さんが疲れてましたね。グロッキー事件。そう、だって昔はそれこそさ、その吉久が生きてた頃とか箱根山とか行ってたでしょ、きっと、うん、全然その時はそんなに体力落ちてなかったよね、みんな。だから年齢なのよ。いやもういやすごい感じたの今回の旅行は。あ、みんな体力落ちたなと思って。あと一つ思ったのは、うん、年齢重ねていくと休憩しても戻ってこないの、うん、だから休憩はあんま回数多くすると余計疲れちゃう。だからしょうがない。そうね、もうな、渚さんの言ってることもう全部、体力も性欲も頻尿も残尿も疲労も全部あるよ。だから体力をこっから減らさないように、ウォーキングは続けたいと、はい。あと僕はやっぱお酒が抜けづらくなったのと、量が飲めなくなったのと、すぐ眠くなるの3つが仕事に支障をきたし出しているので、ええ、魔のトリプルコンボですね、はい。ただまあそれと付き合うためにお店のね営業時間ちょっと2時までにさせてもらったりとかして、なんかなんとか。そうね、そうですね。でもなんかね、それはね昔やるときに言われたのは、あのお店をやるときに10年後を見据えてやりなさいみたいなことを教えてくれた先輩がいて、あの要は営業時間とかも今の体力だったらできるけど、10年後同じ営業時間でやれるかを想像した方がいいわよみたいな、うんうん、で僕はもうその時点であの朝5時までやるっていう記録がなかったので、じゃあ2時まででいっかって、ね、2時までやってまだ体力あるんだったら延長っていう手法の方がいいかと、ね、日によってガクッとくる時もあるからね、うん、なんかそれを言いたいんだろうなと思って。そう、なんかそういうのはね、いろいろ先輩から教えていただいてるし、まあ、キャタピラさんからもなんか今後もね、あのお便りいただけるならなんかいろいろ教えてほしいし、僕あとね還暦までなんか生きれる気が今のところしてなくて、結構これはね言っちゃってて、僕もともと20代の頃とかまた39くらいまでしか生きれない気がするって、これは多分ちょっと中二病的なもんだとは思って、結果40になって、だからでも55までは生きたいなとは思ってけど、なんかまだその先のことは全然見えてないみたいな。55歳っていうのは今なんか意味あったのかな。55歳は、トランポリンが20周年を迎えるのが僕は54歳なので、20周年まで行きたいなっていう気持ちだけです。店の目標としてなんか、まあ、10年はまず大前提で迎えたけど、20年迎えれたら結構立派じゃないってちょっと思ってて、まあ、20周年を体が元気な状態で迎えるっていう目標を立てている。20周年元気で迎えたら55歳女装だね。虎山虎子さんで50でいいんじゃない。あ、50でいいのか。50でいい。9年後ね。そう、9。みーさんは還暦の頃は何してるの、仕事は、定年は。60じゃない。60か。俺未来のこと全然こうしたいとかない。とりあえず70歳まで元気で。あ、70まで生活したいから、うん、そうなると60だとあと10年あるわけですよ、うんうんうん、だから大きな病気をしないで過ごせるように。そうですね、メンテナンスしたいですね。あ、もう素晴らしい。真面目。
自分で言うんだった。片平さんね、あの、うん、他のポッドキャストだとこんな真面目なお便り送ってないから、うちらに合わせてくれてありがとうございます。次は過激でも、ああいいですよ、はい、ぜひ次は2段階目をください、はい、キャタピラ渚さんありがとうございました。ドラえろインザスカイ、久々のお二人会でしたね。やっぱり喋るとなんか出てきちゃうね。結構僕収録中にいろんなこと思い出して、ちょっと今恥ずかしくなってきちゃった。いいよいいよ、黒歴史的なものを。いやでもやっぱお便り来るってね、こういうことがあるからいいですね。そうですよ、いや嬉しいですよ、本当に花なんです、本当に。そういやもう本当今後とも送ってください、お願いします、はい、トライロインダスカイでは空の会の皆様からのお便りを募集しています。概要欄の URL からお便りを送ってください。ハッシュタグでつぶやいていただいたり、 Spotify や Apple Podcast で高評価とかしてもらえたらめちゃめちゃ励みになります。トライロインダスカイ、それでは皆様スカイウォーカー。